ハモータシです。本日はファイターズのストロングポイント、先発ローテ争いを徹底考察でございます。ファイターズといえば先発3本柱、そして先発ローテ他のメンバーも優秀ということで、パリーグの中でも屈指のね先発陣を持っています。今季優勝していくためには重要なピースだと思うので、先発ローテについてお話していきたいと思います。先発候補たちの現状、そして個人的な先発ローテ候補についてお話していきます。当チャンネルではファイターズに関する動画を出しておりますので、ぜひともチャンネル登録もよろしくお願いします。では参ります。まずはエースの上沢投手でございます。1994年の2月6日生まれ、29歳、187センチの長身、右投げ右打ちです。でコーンオフメジャー挑戦したいというふうに公言しているので、まあうまくいけば上沢投手が今年いいピッチングをすれば今年がハム最終年になりそうなピッチャーです。ただ去年までのピッチングスタイルだと通用しないと本人も考えていて、だからこそね本人曰く投球をぶっ壊して作り直したというところで、今季の調整は順調と思いたいというところですね。まあ、順調と言い切れないのはね、先日打ち込まれてしまったからなんですけれども、まあ、投球の中でねいい部分もあるんで状態を上げていってくれると信じています。で上沢としての理想のルートっていうのが、今年2点台そして15勝を上げてパリーグを代表するピッチャーとしてメジャーに挑戦するというルートなのかなというふうに思います。昨年の成績が防御率 3.38、 8勝9敗、 WHIP1.18、 152イニングで127奪三振、49でございます。まあ、なんとかね規定到達したんですけど10勝できずという成績ですね。今年のオープン戦は1試合登板して5回4失点だったので、防御率 7.2、 WHIP1.2 でございました。まあ、らしくないピッチングといえばそうなので、あと1回ぐらいはね開幕前に登板機会があると思うので、そこでしっかりと好投してファンを安心させてほしいなというふうに思います。続いて WBC で名を馳せている伊藤大海投手。1997年の8月31日生まれ、25歳です。身長はねそこまで大柄ではないかなという体格です。で伊藤投手の場合はね、先発ローテ候補でありながら守護神候補でもあるという投手なんですけれども、本当にねどこで投げても通用するような一流のピッチャーです。 WBC では栗山監督がね一番信頼を置いているリリーフエースなのかなというふうに見受けられます。でオフにねダルビッシュの下で実は10日間ぐらい一緒に過ごして、まあ、それもあって今のピッチングなのかなというふうに思うので、急成長中と見ていいんじゃないかなと思います。本人曰くね先発やりたいということなので、沢村賞を狙ってほしいですね。昨年の成績が防御率 2.95、 10勝9敗、1ホールド1セーブ、 WHIP1.21、 155.2 イニング、奪三振112、四死球54でございます。最下位のファイターズにおいてなんとか10勝を上げるというね、2年連続2桁勝利の素晴らしいピッチングでございました。で今季はオープン戦投げていないので WBC の成績を載せてるんですけれども、防御率 0.00、 1ホールド1セーブ、4登板、投球回 4.1 で奪三振6、 WHIP0.00 でございます。まだ走行試合も含めて1人のランナーも出してません。えげつないですね。今度先発中継ぎどっちでもいけるピッチャーだからこそ、先発でエース格としてイニングをくくってほしいなというふうに思いますね。平投手も言ってたんですけど、やっぱ守護神にいいピッチャーを置いちゃうとね、食えるイニングに限界があるんで、先発もできるのであればできる限り先発で使ってあげるのがチームのためにもいいのかなというふうに思いますね。続いて加藤貴之投手、開幕投手ですね。1992年6月3日182センチの左投げ左打ちです。意外と大きいな。ファイターズの誇る3本柱の1人で、今季開幕投手が内定しています。で昨シーズンはね吉球で日本記録を樹立しまして、一気に飛躍した左腕でございますね。日本代表クラスの左腕だと思います。で今のところね今季も完璧に調整しているというところですね。実戦でも素晴らしいピッチングを見せているので、開幕投手としてエスコン初勝利を目指すという投手でございますね。昨年の成績が防御率 2.01、 8勝7敗、1ホールド、 WHIP0.91、 規定投球回到達して四死球わずか11でございます。ここがね日本記録ですね。そして今季オープン戦ですが、2登板9イニング投げて防御率 0.00、 WHIP0.44 でございます。吉球はもちろんゼロです。まあ、紅白戦対外試合がねちょっと良くなかったんですけど、まあ、順調に調子を上げて開幕投手を見据えていいピッチングしているという状況ですね。でエスコンが狭くなるので被弾が増えるんじゃないかなという心配は若干あるんですけれども、まあ、それでもサクサク進めていくピッチングに変わらないと思うので、宇佐美捕手、伏見捕手どっちと組んでもいい成績を出しそうな、そんな加藤でございます。お次は根本遥投手、2003年生まれの19歳、若いっすね。173センチ、78キロの左投げのピッチャーでございます。去年ね2軍でも1軍でもすごく良くて、今季の飛躍
躍を期待される若手左腕でございます。で、紅白戦と対外試合すごい良くて、あ、今年は根本いいんだなというふうに思わせてくれたんですけれども、まあ、そこの疲弊があったのか現在調子を崩しており2軍調整中です。ただね、3本柱に加えて根本がローテ入ってくることで来季以降のファイターズも安泰になってくるので、むしろ根本が出てこないと噂は加藤が抜けて一気にやばいみたいなことにもなりかねないので、若い根本投手が台頭してくるかというのは一つこれからのファイターズを占うポイントなのかなというふうに思います。昨シーズンは13登板60イニングで防御率 2.52、 3勝3敗1フォロー、 WHIP 1.25 ですね。先発投手としてまずまずの働きだったかなというのと、いい部分も悪い部分も見えた、そんなシーズンだったかなというふうに思います。今季オープン戦は2登板防御率 6.75 ですね。あんまり良くないんですけど、今2軍調整中なので開幕にはなんとかね合わせてほしいなというふうに思いますね。続いて鈴木健也投手、1997年生まれの25歳、176cm の右投げピッチャーでございます。鈴木投手といえばね、写真見てわかる通り日本球界屈指のアンダースロー右腕でございまして、もともとサイドスローだったんですけれども、新庄監督の意向でアンダースローに転身、それがね当たっているという状況でございます。で、本当に器用なピッチャーで、投げてる球はねもちろんいいんですけど、クイックとか緩急とかそういったものを自在に使いこなして打者を翻弄する、打ち取るというのがね鈴木投手の魅力でございます。で、今季は今のところ不調気味かと書いてるんですけど、ごめんなさい、前回の試合完璧なリリーフを見せましたので、鈴木投手の調子は上がっていると思います。昨シーズンの成績が19登板38イニングで防御率 2.84、 2勝1敗3ホールド、 WHIP 1.21 ですね。昨シーズンはリリーフから上がってきて、新庄さんが急に先発をやらせて、そんな急に通用しないよとネット上で散々言われてたんですけども、ポン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 抑えていって先発としての仕事をこなして以降先発をやっていたというね、本当新庄さん見る目あるなという一人でございます。まあ、その期待に応え続けた鈴木選手の凄さっていうのはねもちろんあるんですけどもね。で、今シーズンは2登板投球が 6.1 回で防御率 2.84、 WHIP 1.10 ですね。まあ、N 数少ないんでね、この数字にどうこうっていう気はないんですけれども、調子自体は前回登板でだいぶ上がったのかなというふうに見受けられますし、先発投手としてもロングリリーフとしてもいけるんじゃないかなというふうに思わせてくれました。お次が上原健太投手、1994年生まれの28歳、190センチ長身の左投げピッチャーでございます。この選手はね、野手もやって二刀流なんですけれども、今のところピッチャー優勢でございますね。最速が51キロと非常に速いストレートを持つ、角度があるピッチャーでございます。で、紅白戦でねめちゃくちゃに炎上してて、去年の上原はリセットされたんかと、あんま良くないのかなというふうに言われてたんですけれども、投げるたびに改善していって、また清水雄志捕手との相性の良さも見られてですね、次第に調子を上げて今はもう開幕ローテに近い存在というふうになってます。で、持ってるものも一級品ですし、全体的なバランスも高くいいので、普通にピッチングさえしてくれれば余裕で先発回れるようなピッチャーでございますね。で、昨シーズンの成績が防御率 3.19、 3勝5敗1ホールド0セーブ、 WHIP 1.28 ですね。25登板で投球回 73.1 です。まあ、先発でもロングリリーフでもいいピッチングをして、最下位のファイターズにおいてもかなり安定感が高いピッチャーだったなというふうな印象です。今年のオープン戦は2回登板して投球回 5.1、 防御率 1.69、 WHIP 0.75 と非常に安定したピッチングを見せています。続いてコディ・ポンセ投手、1994年生まれの28歳、198センチ長身の右投げピッチャーです。で、ポンセ投手ですが、今年一発目の登板でいきなり160キロと非常に速いストレートを見せたところからシーズンがスタートしております。ただ、まあ先発して2イニング目3イニング目に球速が下がって打ち込まれるというケースが今年は多くてですね、本人はねノークローザーって言ってるんですけど、リリーフ適性あるんじゃないかなと、1イニングだけだったら無双できるんじゃないかなという風な夢を見てしまったため、どうにかリリーバー回ってくんないかなという風に思ってしまっています。昨シーズンは14登板して投球回 83.1、 防御率 3.35 でノーヒッターを含む3勝5敗 WHIP 1.10 ですね。先発投手としてまずまずいいピッチングだったかなという感じで、いい時は7回8回0から1って感じで、普段は6回3失点ピッチャーっていう、そういう感じですね。で、今年のオープン戦は2登板して 4.1 イニング防御率 6.23、 0勝2敗 WHIP 1.62 でございます。まあ、決して良くはないですよね。新年一発目に見せた投球、あれをね期待したいんですけども、まあ、なかなかイニングが重んでくると難しいのかなというふうな印象を受けています。続いては金村翔馬選手、2000年生まれの22歳ですね。176センチと決して大きくはない右投げピッチャーです。ドラフト2位のルーキーですね。最速150キロというねカタログスペックだったんですけれども、まあ、実際蓋を開けてみたらほぼ変わらない、140後半のまっすぐを投げ込み続ける、そして変化球もねいいものが揃っている右腕でございます。まあ、何より制球力がいいと、もともと四死球少ないという触れ込みだったんですけど、まあ、その前評判通りのコーナーにビシビシついていくピッチングですね。で、前評判だと、まあ、まっすぐが急速
測なくて打ち込まれるんじゃないかみたいなね、そういう有識者の意見もあったんですけど、まあ、それ以上にまっすぐが強いなという印象を受けてます。で、先日4回失点という結果を残したので、ローテ筆頭かなというふうに思いますね。今年のオープン戦はリリーフで3試合に登板して、投球回9、奪三振7、四球3、防御率 1.00、 ウィップ 0.89 でございます。まあ、この数字にたがわないピッチング内容でして、正直ファイターズファンみんな金村選手には期待してるんだろうなというふうに思いますし、サムネにもね、金村はなんたらって書いてるんですけど、まあ、金村選手の名前出した方が数字取れるんじゃないかなと思うくらいにはね、活躍してるピッチャーかなというふうに思います。続きまして、ジョン・ガント投手、1992年の30歳ですね。私同い年だ。191センチの右投げピッチャーです。で、一応ね、カタログスペックは最速159キロらしいですね。で、ツーシームとスライダーを低めに集めて打ち取るというピッチャーです。まあ、ただ見た感じ140後半ぐらいかなって感じですね。で、去年 2.4 億というね、かなりの大金を積んだんですけれども、1登板もせず、でもファイターズは安価で再契約、まあ、ガントも残ってくれたということで、今年活躍してね、貢献してほしいな、昨年の分も働いてほしいなというのがね、チームの思いとしてはあるでしょうね。今年オープン戦2試合に登板して、防御率自体はね 0.00 といいんですけれども、内容がですね、四球がめちゃくちゃ多い、被安打も多くて、ウィップが 2.15 ですね、武田久志さんを超えておりますので、ランナー出しまくりでございますので、決して良くはないかなというふうに思います。で、個人的にはね、メジャーではリリーフで活躍したピッチャーなので、まあ、先発もできるんですけど、でお値段考えるとね、先発してほしいなって思うかもしれないんですけど、リリーフの方が活躍するんじゃないかなと思ったりするので、ショートイニングで1回見てみたいなと思うピッチャーでございますね。まあ、もしかしたら球速変わんないかもしれないけどね。はい、続きまして、吉田輝星投手。資料をコピペしたから吉田世代って書いてある。ぜひね、この吉田世代の動画もこの後見てください。吉田投手は2001年生まれ22歳。175センチ右投げのピッチャーです。甲子園で名を馳せたピッチャーなんですけれども、オーバースローから伸びのあるまっすぐを放る右腕でございます。昨シーズンは中継ぎで51登板して頑張ったんですけれども、今年は先発で再調整したいと。先発として挑戦したいというね、本人の希望があって、先発をやってました。で、まあ、すぐで追い込んでフォークで仕留めるみたいな基本的なピッチングをしていたんですけれども、バッターの状態が上がってきて、球速 142.3 だとなかなか抑えられずというところで、打ち込まれて2軍落ちというのが現在の状況です。まあ、確かに新庄さんの言う通り、躍動感が減ったっていうのはその通りじゃないかなと思っていて、まあ、そこについては今後の課題かなと思いますね。はい、昨シーズンは防御率 4.26、 2勝3敗5ホールド、ウィップ 1.20、 登板51頑張りました。投球回 63.1、 奪三振40、四球24です。本当ね、苦しみながらも1年頑張ったというシーズンでございましたね。今シーズンオープン戦2試合登板して 5.2 イニングで防御率 7.94 でございます。1分 2.47 とね、とにかくランナー出しまくっちゃった、打たれまくっちゃったということで2軍に落ちています。先発ローテ候補についてお話していきましたが、個人的な先発ローテ予想についてはこちらでございます。表は加藤選手、上沢選手、3枚目に上原選手かなと思いますね。で、裏で伊藤選手、金村選手、最後に最初はポンセ選手かなというふうに思います。まあ、ただこのままシーズン続いていくとはとても思えないので、鈴木選手、根本選手、吉田選手と数は豊富でございますから、みんながそれぞれね、与えられたチャンスでいいピッチングをして、先発ローテ枠を奪い合ってほしいなというふうに思います。と話していきましたが、皆さんの先発ローテに関するご意見もぜひ教えてください。コメントするのは気が引けるなという方に関しても、高評価だけでも押していただけるととても嬉しいです。ではまた。